伊勢本尊っていうそのイメージがね、うん、僕らがこの今まで捉えてる以上にもっとこの生々しいリアルな、ま、本当に魔っていう存在がねこの世にいるんだってことなんだね。これ科学ではねまだそこまでこの解明はされきってないけど、でもお釈迦様もそれから大聖人様も繰り返し繰り返し魔とか鬼神とかっていうことをあれだけ説かれてる限りはね、その我々のその狭い了見であれは一つのこのマイナス的なエネルギーをねこの言葉として表現したんじゃないかなって、そんなね生やさしいものじゃなくて本当にこの地味猛烈としたようなね、絵に描けば描けないんだけど絵に描けばこうくるりかけてくるりがさ勝って、時には善人の顔してさ、時にはそれがリアって夜中になるとくるりになって昼間になると仏の顔するわけです、うん、大丈夫大丈夫大丈夫だ、夜になるとすまいなんかいらないんだ、死んでしまえ死んでしまえ、こういうふうにこういうふうにで聞こえる人は時としてこう本当に聞こえてしまうっていうね、そういう存在がよく考えると学会の中にこう今これほど生々しくリアルな学会員との会話をしているのは法華講習で相続ともに、そう考えると最新情報の最先端情報だと、この声が聞こえてお前なんか死んじまえとかいらないとか殺しちまえなんてことが本当にあったなんてことはね、だからまさに今こんなことを公にね喋り出せば本当にあの人たちおかしなグループってなっちゃうけど、しかし私たちはそれ肝に銘じてだから学会のとこ行ってもその本当にこのうちにはそのなんかこんなようなものがね、うちらなんかピンポンってやると向こうがくねってるわけ、きっちゃいなーって、そうそう笑われますよ、まっつまそのだから足音だけ分かんないの、だから行こうとするだけ7のから行こうとするだけでもうそれら連中が連合してさ、くる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 とか言ってさ、それでこう邪魔をしてくるっていうのはあると思うんだよね。それらが日本国を覆っちゃったから、どの家庭でもそのこんなになってるからさ、だから書店がもうこの紙天井でこの去ってしまったと、もう手の施しようがないところまで帰っちゃって、今はこの、ま、我々のこの日蓮召集で戦ってる相続たちのその事業受けでの題目を待ってるわけですよ。でそれで褒美を受けないことには世界に降りてこれないって言ってね、